おお、これは大友家強くなってくれたのかな？そして神が終わったって言ってるんだけど、あんまりね、ちょっと神前うまくいってないですね。戦争始められちゃって、まあ、僕の神前スピードが遅かったっていうのが問題でしょうかね。よいしょ。で、とりあえず能力的に必要なものは今ないんで、全部貯めてみましょうか。エムラさん。そして毛利と接したっていうのがマジでやばくて、どうしようもないんですよね。ここに人が入ってない備中松山城。ただ、援軍を多分借りれない状況なんですよ。ああ、三浦から借りれるのか。だったら取ってもいいな。こう、一個取り返すか？どうせ毛利と戦うことになるんだったら、これは戦争を吹っかけてもいいかもしれん。ちょ、待って、どっかと同盟結んでんな、毛利。あ、河野と同盟。ちょっと待って。だとすると話はだいぶ変わってくるな。ここを取りたいんだけど、黒瀬を取るには、大友と仲が悪くなるんだよな、多分。あ、やっぱここを取って従属させるルートが正解だったか。天保命令を打つにもちょっとポイントが今足りない？合従の五内陣もまあ打てないしね。厳しい。一 個だけ取ってもいいけど、いや、毛利許すルートはあるんだよな。毛利を許すルートで行くとどうなんの？強い恨みを持たれていますって俺が持ってるんだけどな。うん、ちょっと役職上げてみるか。しょうもないの。飛騨守護。これでちょっと様子見ます。で、武田はどうなの？ダメですね、武田も。とりあえず、織田ね。とりあえず、自分の国力上げないと話にならんか。あ、触っただけで取れた。あ、こんなサクサク取れてくれるのはありがたいね。で、三国同盟をぶち破っていくっていうルートはまだ残されてるとは思ってるけど。うん、武田北条の同盟をどうにかして崩したい。勝ちは揺るがない。で、まあ、朝倉がなんかいろいろやってるけど、まあ、朝倉無謀でしょう、もう。そして、毛利との親善が終わったと言ってるね。よしよしよし。とりあえず一旦終わったということはいいことだ。で、同盟、まあ結ぶかどうかだけど、結ぶかな？ 2 ヶ月。2ヶ月？ 2 年。で、強い恨みを、あ、交渉中か。交渉中と言われたら仕方ないな。これこのまま行こう。とりあえず京周辺を取れっていうのは強いとは思う。よいしょ。これで足利突破で、足利じゃない、浅井突破。長政優秀ですね。で、問題なのは、こいつら。他家に従属拒否っつってるけど、同盟、心象が原因みたいなんで、同盟結べそうなんで、なんかこの辺のしょうもない守護上げとこう。あとはまあ従属させたいけど、やっぱ国力差足りないって出ちゃうね。あ、山名従属。いいね。で、毛利に宣戦布告して、行くルートあるな。てか、毛利、ダメだろ、これ。なんだ、この、こやつは。おっと、友と一緒に攻めて、これもできない。とりあえず一旦返して、軍練り直して徳川と当たってみるか。そうだな、それで行こうか。
で、北条まで同盟結べるとありがたいね。わ、買えない。金が足りないって言われちまった。で、徳川だよな、問題の。あ、布告先なしだからか。とりあえず戦争を終えてみるか。なんか引き抜かれたらやだな。長宗我部元親とか浮田直家やばいじゃん。撃つしかないのか、大宴会。大宴会撃つか。我が覚悟、お見せしよう。とりあえず忠誠あげとかないと。毛利と接してるからね。かたじけない。何段階落とされるか分かんないし。あ、でも。かたじけない。これでどうにかなるのか。ちょっと待って、どうにかなるのか。残り9枚しかないぞ。なりそうだな。かたじけない。かたじけない。よいしょ。まあまあまあ、これだけあげれば、まだマシでしょ。じゃあ、あとは、親善で、将軍様の意向によってどうにかしたい。って感じかな。よいしょ、時間進めてみましょう。で、城と将兵を貸してほしい。元地下を貸してって言ったのか。じゃあ、お金1000円でいいや。よし、従属受けてくれた。どう？通称結ぶ。こいつらマジ従属しねえな。あ、同盟延長。危ない危ない。三好は同盟でマジでいい。で、あと毛利か。毛利を包囲網で、あ、同盟締結できる。毛利と同盟締結してしまえば、これ以上こいつは攻めてこなくなるんじゃないか。とりあえず同盟。家臣2人切られたのはうざいが、これで行ってみよう。同盟取ってくれ。そしたら守れるぞ、三村も。同盟次第だな、あとは。お、そして安東。三好長慶は阿波の生まれであり、京に入った後も三好家の地盤は阿波を中心とした四国にあった。三好家の軍事の中心である祖豪一政が泉に移った後、四国を取り仕切ったのは長慶の朝廷、三好実久であった。殿、一大事にございます。三好実久様、泉の戦にて討ち死に。なんだと、それは誠か？は、狙い衆の放った鉄砲が当たったとか。そうか、下がってよいぞ。はは、この年で運が巡ってきた、と言っていいのか。いずれにせよ、三好はもう長くはあるまい。長吉様亡き後、わしが三好を支える上で、触りになる者があと一人残っておる。冬安、三好がため、お主には死んでもらわねばならなくなった。長吉の嫡男、吉達は聡明だがまだ若く、三好家を継ぎ、家中をまとめていくには、実力者の補佐が不可欠であり。祖豪一政、三好実久を相次いで失った三好家において、最後に残った実力者が、長吉の実弟、畠冬康であった。当主長吉がしばしば病に伏せるようになった今、三好家中の安東は激しさを増そうとしていた。権力争い内部でやり始めると、言えばどんどん弱くなるんですよね。まあでも、同盟相手で、まあ、従属することがない三好家。彼らがね、弱くなることは、まあ、うちとしてはメリットは高いですね。これより表情を始める。そして表情。ございます。まあ、結構能力解放してくれたんで、まあ、軍事と論議取ってみましょうか。74、56、そして49。ポイント高いけどさ、対面1個もひらめいてないってやばいな。でなんだこれは。あ、チリアクタ州、めっちゃ強いやん。議論上がるやつですね。で、波状土火曜、わー、めっちゃ強いけど、遠路行軍取りましょう。で、まあ、農業系も上げとくか。ちょっと、国土があるんで、農業系も上げときましょう。こんなもんですね。ゲチオ。
結構対命提案力高いのに対命ポイントがないやつばっか取ってんな。でどっかに宣戦布告したいよねって思ってます。松平に対してちょっと余裕あるんで宣戦布告しますかね。信長に布告すると、まあ、仲悪くなるところ多いんで、松平家ちょっと宣戦布告してみます。戦の支度をせよ、我が力を貸そう。まあ基本的に他の家ほとんどがうちに味方してくれるし、米も1万とか送ってくれるんでね。で2万いくつ、2万人ぐらいでいいんじゃないか。乱世はうつけの天下を望んでおるわ。そしてうつけの野望、武田と斎藤は武田勝利。武田ちょっとでかくなりすぎですね。あんまり面白くない。これは今川と同盟を結ん同盟ってか従属させて三国同盟を崩壊させるっていうルートを今見てますね、私としては。よいしょ。じゃあまあ同盟をどんどん結んでいくんだけど、河野家同盟まあ2年結んじゃおう。まあこんなもんかな。で毛利は同盟通った、大丈夫かな。お、そして朝倉と同盟が結べるんで2年同盟結んでみます。同盟結べればもしかしたら従属通るかもしれないって感じですね。斎藤は、あ、斎藤従属すんじゃん。どこで領地接してるのかわからないけど、あ、ここで領地接してんのか。これで行きましょう。よいしょ、岡崎城到着。93日包囲でいいと。これはありがたいね。で、今川ってどうなの？ああ、武田と同盟あるね。ってことは、あ、今川援軍借りれない。敵陣営の勢力。ちょっと待って。まさか。お、これでいけるんだ。で、足利家の戦争、これかな？次、こっちか。こっちな気がするな。ここで敵対してるから、あ、そういうことね。上杉との、北条上杉の戦のせいか。こいつらまだ終わってないの、戦。多分終わってないんだな。終わってない。だからか。援軍借りたいんだけど貸してくれないや。まあ、貸してくれなくても、どうにかはなる。よいしょ。で、従属通ってるでいいね。このまま朝倉、従属しない。国力差がないだけか。よかった。国力差は、多分家康とか、まあ、武田もやろうと思ってるんで、その間に倒せると思う。で、君たち、交渉ができないね。米こんなにかかるんだったら少し返すか。後ろの方に部隊返しちゃおう。どうだ？朝倉。ご命令を。一旦同盟完了したな。まだ大丈夫。同盟先。めちゃめちゃあるな。従属がかなり多いね。まあ、従属先がコロッと寝返る可能性もあるから、それ待ちかな。で、毛利も同盟あるし、雨子もあるから、まあ大丈夫でしょう。このまま時間進めましょう。そして、これね、同盟相手には、定価が入らないはずだったんで、多分大丈夫でしょう。引き抜かれることもないと。ただ問題なのは、武田です。これより表情を始める。何よりも武田が問題。策がございます。どうやって倒すんだ、武田。まあ、63、57、53。ポイント高いの取っていけばいいっていう考え方は楽ですね。で、城主交渉有利取りたいんで、これ取っとこう。で、余ったポイント使ってなんか取るんだけど、波状土解放、これ強いね。かな。ご命令を。家康さんはどう？まだ交渉できない？あ、できるね、交渉。ここ10日で交渉で取れると楽。よし。細川藤高。107の外政だ。
家康を全面でいいぞ。え、じゃあ講和？講和もダメ。まあ待ちますか。このままどんどん行きます。サクッと落としてほしいね。よーし、岡崎突破。じゃあまあどこから行ってももう勝てるんだけど、とりあえずよし。これあれか、武田が動いてくるとめんどくさいんで、長篠から行った方がいいやつだね。武田に土地を渡すなっていう。でもあれか、家康は同盟があるから大丈夫なのか。義達死んだね。武田に食い破られて追い衰えたあの男が。金がないって言ってるな。多分足軽どっかでめっちゃ雇ってんじゃない？なんかそんな気するな。でここ5400めっちゃ打ち振り。武田は動いてこれないこと分かってるんで、このまま行きましょうか。でもしかしたらちょっと足軽雇いすぎてるのかもしれん。金銭収入がひどいんで、少し内政にお金使ってほしいということで。まあでもそんなに足軽が大量すぎてみたいなことはなさそうだな。あ、ここだ。足軽多いんだここ。金銭収入これでおかしくなった。よし、これでお金もこのまま行きます。三河武士の誇り見せるは今ぞ。で、いやさ頑張ってるけど、まあ、さすがにこの人数差だときつそう。そして織田対斎藤、ここは斎藤につくけど大丈夫か。めんどくさいことにならねばよいが。吉田城到着。78日方位。家康が食われてる間にってなるわけか。で斎藤がやられてしまう。でこれ正直なことを言うと、多分今川との同盟があるのでどうこうできないと思う武田は。で武田が動いてこないことを考えると、今信長を攻めるべきだと思う。ということでこれお米的にも7万あるんで多分大丈夫だと思うんで、これ家康じゃない信長に対して宣戦布告いたしましょう。戦の支度をせ。武田は敵対っていう感じだね。着実に武田包囲網の準備は整ってきてる。で1万5000でここ戦うのはさすがに無謀なんで、こっちから行きたい。あーここか、1万5000。もうちょい兵がっつり出したいな。いざ参ろうか。まあ1万5600これでいきましょう。信長を許すな。で武田軍、ああ援軍で武田借りた。武田援軍借りてるね。あでもこれはしゃあないな。これ借りたところで、まあ、斎藤が守れれば万々歳っていうのもあるから、これでいこう。で兵糧収入上げたい。で城主交渉有利を取りたいね。で古参提案力上げとこう。であとこの辺か。まあ証券取るんだったらここは取っといていいでしょう。多分鉱山鉄砲獲得とか取るしね。貿易港ってあるの？まだ貿易港はないんですね。ご命令を。よいしょ。じゃあこれこのままいきます。天も人も俺に背くことは許さない。カリタを撃ってる。なるほど、米的にきついのか。そろそろお米ご、あーうちよりきつそうですね。まあうち同盟相手かなりいるからな。とりあえずこのまま行こう。あこれあれだ、反応してるんだこっちの軍に。手を打とう。勝てるこいつ。いや勝たないとダメだな。頑張って勝つ。使いの者が来たようです。交渉講和してください。無条件です。さすがに拒否かな。で講和はできない。あ交渉できるね。で待って待って、直
長宗我部隊が当たるっつってるんだけど、多分まあ織田家優秀なのは向こう行ってるから大丈夫。猛攻号令か、いや勝てるでしょう。ということで采配取らないといけないみたいなんで、ここ頑張って取りましょう。堀直政対長宗我部元親、足軽精錬が入ってるのか、だから強いんですね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。